はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書1章の内容のテスト対策の動画やっていきます。で、この4問やりますので、まずここで1回動画止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、ちょっと不安なのとか、わかんないのがあれば、今からね、全部自分が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっとね、聞いてる皆さんどう感じるかわかんないですけど、また喉をちょっとおかしくしてて、若干声がおかしいんですけど。で、これ、昨日アップしたものの取り直しです。出題の仕方ちょっと間違ってしまったので、取り直しております。で、問題書いてるんですけど。で、まず今回、掴んでほしい。何個かあるんですが、ひとまず、この絶対値が今回の主役です。で、絶対値って何っていうところ、ここから覚えましょう。この絶対値は、0からの距離と覚えてください。絶対値は0からの距離です。簡単に覚えるとね。つまり、1番。絶対値が7である整数をすべて書きなさいと書いてあります。で、置き換えるちょっと。0からの距離が7である整数をすべて書きなさいっていう風に言い換えて OK。もちろんね、絶対値が全然もいけますよって方はそんな一時置き換えなくてもいいんですけど。で、じゃあ1番やっていくと、基本的には慣れるまで、絶対値苦手な方は数直線でやっていくと非常にわかりやすいです。で、ここ0ありますよね。で、ちょっと7が遠いんで、途中書かないでいいですか？ほんとは 1,2,3,4,5,6,7 って来るんですけど、ちょ、省略しますよ。5、6、7、許してね。で、こっちも省略します。マイナス5、マイナス6、マイナス7と。ほんとはあるんだよ、ちゃんとね。ってなった時に、0からの距離が7の場所。つまり、距離が7っていうのは、7離れてる場所ってことなのね。で、この0から当然、7って、この場所ね。ワクワクしとこう。この場所っていうのは、1,2,3,4,5,6,7 って7個離れてるんで、距離が7なんですよ。つまり、絶対値が7の答えになります。で、気をつけなきゃいけないのは反対側。こっち側も、この場所。マイナス7なんですけど、離れてるのは、マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5、マイナス6、マイナス7。つまり7離れてる場所になっているので、距離は7なんです。つまり絶対値が7である整数、今回整数に変えましたけど、1番は中学校の範囲なら多分数って書いてる方が多いです。教科書もワークも絶対値が7である数を全て書きなさいみたいな、いい、どっちでもいいです。でここ の, 1, あの1番に関してはね。だからつまり答えはマイナス7と7、この2つを書いてもらえば OK です。いいかな？こんな感じでやっていきます。つまり2番、今度は絶対値が 4.1 より小さい整数の個数を書きなさいってなってます。で、言い換えると、0からの距離が 4.1 よりちっちゃいとこなのね。で、どうやるかっていうと、よいしょ。4.1 なので、真ん中に0来ますよね。ここ書きましょうか。1、2、3、4。足んなかった。5。足りるかな？マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5と、この辺にしましょう。いいかな？で、このね、絶対値が 4.1 って言われたとき、4.1 の場所をまず見つけます。で、4.1 なので、4より奥ですよね。4.1 だから、ちょっと、わーっと話しますけど、この辺にしときます。ここに 4.1 がいる。いいかな？で、もう一個大事なのはその反対側です。で、反対側、つまりマイナス 4.1 の場所なんですけど、それはここです。マイナス 4.1。で、これちょっとミスが出やすいところで拡大します。マイナス4、マイナス5、ちょっと伸ばそうか。マイナス3も入れよう。こうするでしょ。4.1 っていうのは、こっちでね、プラスで考えた時って、小学校からずっと数直線使ってる時に、4.1 って4の右側にあるじゃん。4.2 も4の右側でしょ。つまり、こっちに打つ時に、マイナス 4.1 も4の右側に打つ。このミスが出やすいです。割りかし。
いや、そんなことやんねえよって思うかもしんないけど、いるんです、この店。しかも結構自信満々だった子がミスったやつ。いい。マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4って飛んできてるから、こっちね、4.1 は、マイナスの方は。これ気をつけてください。だから、マイナス4の左側に行く。で、今回、その絶対値、0からの距離が、この 4.1 より小さいところを考えるときは、この間の部分全部、ちょっと端かけますね、ここ。に入ってる数字が全部答えになります。つまり、間に入ってるやつ。マイナス4、マイナス3、マイナス2、マイナス1、0、1、2、3、4と。これ全部答え。まあ、整数だからね。で、今回は個数を書きなさいと言われてるので、こうやってマイナス4、マイナス3、マイナス2って全部書いたら罰です。個数だから。つまり、1、2、3、4、5、6、7、8、9個あるので、下厳しいかな。ここ行こうか。答えは、9個。これで丸になります。このタイプの出題のされ方って、すべて書きなさいか、個数を書きなさい。これが主です。メインで出される。だから、その部分、読み間違わないように気をつけてください。せっかく解けてんのに全部書いちゃって罰なんてもったいなさすぎるからね。いいかな。では、3番です。よいしょ。で、次は、絶対値、つまり0からの距離が3より、3より大きく5以下になる整数をすべて書きなさいです。で、まあこれも数直線使ってやっていきましょう。慣れてきたら使わなくていいからね。頭の中で数直線描いてくれればそれでいいです。ちょっと伸ばしますね。0、3から5だから、1、2、3、4、5、6。よいしょ。マイナス3、マイナス4、マイナス5、マイナス6と。で、ここで大事なことは日本語です。今回覚えてほしいのは絶対値の意味。もちろん解き方が一番覚えてほしいですけど、あと日本語の部分。この大きい。まあ、さっきも小さいありましたけど、とか、以下、以上、未満。この辺です。で、先に言います。覚えてほしいこと。これは、まず、小さいとか、大きい。そして、これも、未満。この三つの言葉っていうのは、その数が入らないんです。多分これだけ聞いてもピンとこないと思います。さあ、後で説明します。で、もう一個。残ってる以上と以下。以上と以下っていうのはその反対で、その数が入るんです。いいかな？で、今それを後で説明するんで、ちょっと置いといていきます。今、3より大きく、5以下。で、この、はい、より大きくなんで、こっち。その数が入らない方ですよね。で、その時は、この数直線の時に、白丸で書いてください。白丸。つまり、3のところ、まずこっちからいきます。に、白丸。で、このマイナス3のところにも白丸打ってください。で、5以下。以下はその数が入るので、そこは塗りつぶします。黒丸にしてください。つまり、5のところに、塗りつぶす。マイナス5も塗りつぶす。その間のところに端をかけます。両方ともね。こういう感じ。で、その間にある数を整数すべて書きなさいっていうことなの。で、間にあるからさ、おし、3、4、5って書きたくなるんだけど、戻る。小さいってお前、大きいっていうのはその数が入らない。どういうことかっていうと、3は入らないよって言ってるの。でも黒丸の5は以下だから入るんで、こっちは入っていいんです。で、4は当然、間にあるんで入ります。逆もそうです。マイナス3は入りません。白丸だから。大きいだから。マイナス5は入ります。以下だから。で、これも入る。つまり、今丸つけたこの4つが答え。で、今回はすべて書きなさいになってるんで、小さい方からいきましょうか。マイナス5、マイナス4、そしてこっち。4と5。この4つが答えになります。もし数、個数を聞かれたら4個と答えてください。この日本語の部分すごく大事です。で、覚え方としては、いっていう漢字。この漢字が使ってたら入るんだと覚えてください。以上と以下両方い使ってるからね。それ以外の小さいとか大きい未満、いがついてない漢字は入らないんです。だからこっち優先で覚えたらいい。
意がついたら入るよねってごめんね。ではラスト4番いきましょう。絶対値が2以上7未満です。では個数聞かれてますけど、まあ同じように解いていきましょう。まあせっかくなんでね、最後も書いていこう。うん、7か長いな。ちょっとちっちゃく1、2、3、ちょっと待ってね。4、5、6、7、マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5、マイナス6、マイナス7。で、使う数字は2と7って分かってるので、その2箇所を使います。で、2は2以上だから、いは入るよね。つまり、黒丸、塗りつぶす。こっちも塗りつぶす。7未満、未満は入らないんで、白丸、白丸、間に橋かける、橋かける、で、丸つけてくる。間の数を。で、黒丸は入るんだよね。つまり2は OK。もちろん間に入ってるからこの辺は OK です。ただし、7は白丸なんで入りません。逆も同じ。入る、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 入らないと。で、あとは今回個数を書きなさいだから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10となるので、答えは、10個と。これで終了となります。いいかな？基本的にその定期テストの出てくる絶対値は、だいたいこの4パターン、まあ、4パターンでこのパターンを掴んでもらえればだいたいいけます。たまにすげえ難しい私立の受験問題とか持ってこられるともうちょっとひねられるんですけど、もう基本的にこれで戦えるので、大事なことはまず絶対値の意味を掴むこと。いいね。掴んで、あとはこの以上とか以下とか大きいとか出てくるから、日本語の意味、ここをしっかり押さえてもらえれば戦うことができますので、ぜひこんな感じでやってみてください。では、今回は中学校1年生の1章の内容のテスト対策やらせてもらいました。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。で、ちなみに今回これ撮り直しをね、アップしてます。まあ、昨日撮ったものをね、撮り直してるんですが、昨日の段階で見ていただいた方とか、あと高評価くれた方とか、コメントくれた方、ちょっとね、これアップした時に昨日の動画は削除してるんで、本当に申し訳なかったです。今後ね、ちょっと気をつけていくんですが、まあ、またね、ちょっとミスがあったらぜひ指摘していただければと思います。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。